吹奏楽部です。本日は吹奏楽部のステージをご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までお楽しみください。本日司会を務めますのは文学部今後日本文学科3回生の村由加と経済学部経済学科3回生の広瀬亜美です。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ここで演奏会のお知らせをさせていただきます。12月23日土曜日に京都橘大学吹奏楽部第22回定期演奏会を京都コンサートホールマイホールにて開催いたします。第1部では大阪フィルハーモニー交響楽団クラリネットトップ奏者の熊熊圭さんをゲストでお呼びし、クラリネットの魅力が詰まったステージをお届けいたします。第2部では東海大学大阪行政高等学校吹奏楽部顧問の藤本義弘先生に客演指揮者として出演いただき、壮大な吹奏楽の世界をお届けいたします。またチケット代は500円で全席自由席でございます。チケットのお求めは京都コンサートホールドームシアター京都チケットカウンタースケットピアにてお願いいたします。なお本日こちらの特設ステージ後ろの精神館2階廊下にて演奏終了後から17時30分までもチケット販売を行いますので、ぜひお買い求めください。またこの定期演奏会をもって東部を支えてきた4回生が引退となります。本年度のメンバーでは最後のステージということもあり、部員一同より一層の練習に励んでまいります。皆様のご来場心よりお待ちしております。最後にお送りいたします曲はディズニーメドレーです。これぞディズニーといった名曲を第7曲メドレーでお届けいたします。さまざまな世代が楽しめる曲となっておりますので、皆さんもぜひ手拍子を歌で最後まで一緒に盛り上がりましょう。本日はありがとうございました。Thank you.
Thank you.